ファンのコグと申します今日はドラフトについての振り返りというか、どんな選手なのか勝手にですが、簡単に紹介したいと思っています。1位は予想通り松尾選手でしたね。全部で支配下は5人。 育成は過去最多の5名でした。一つ合わせると全部で10人の指名になりましたね。交渉権の獲得というところなので、契約に至るまで何が起こるか分かりませんが、まず横浜 DNA ベースターズをよろしくお願いします。自分の前回挙げた選手たちは全員指名されましたが、横浜の指名と合致したのは支配下の高校生のみでした。 また、個人的に思っていた補強ポイントっていうのが、保守、投手、内野のサード、ショートっていうところでしたが、やはり、ガヤの指名はなかったですね。マックスモトさんをはじめ、エビナさん、大輝くんがやっと出てこれたのと、二軍には勝又くんが無双しているっていうところで、見送ったのかなと思います。あと、育成が今年過去最多っていうのは、ホネの二軍の投手がいない問題っていうのをやはり加味したものじゃないのかなと思っています。では、一人ずつですか簡単。 2ですが、振り返りをしていきたいと思います。松尾選手と森下選手については、今までの3本の中で説明をしているので、インタビューの内容と担当スカウトの評価だけになります。あと、全部一気にやると長くなっちゃうので、今回は支配下編ということで、次の動画で育成の方々の紹介をしたいと思っています。まず、ドラフト1位の松尾潮選手ですね。スカウト票とインタビューの内容です。やはり松尾選手を1位で指名してきたっていうところで、高校生の保守っていうのがドラ1っていうのは谷繁さん以来、 ね。昨年の小園選手と2年連続高校生がドラ1になりました。ちょっと出身ですが、まず保守でやはり勝負してもらって、まあ、1軍に割って入ってほしいっていうところと、2年3のちょっと FA がどうなるかわからないっていうところもあるので、まあ早い段階でもしかしたらデビューもあるのかなと思ったりしています。次にドラフト2位の吉野照樹選手ですね、えー。トヨタ自動車の選手になります。熊本県出身の選手ですね。経歴はこんな感じになっています。 高校時代は伊勢くんの一つ後輩で、村上くんが、クルトの村上選手が一つ下にいますね。なんか、トヨタ自動車の選手紹介のところにニックネームがオーバーオル狩りっていうのがあって、ちょっと <laughs> 謎なんですけど、そういったあだ名が、そういったニックネームがあるそうです。経歴見るとトヨタでは先発でしたが、なんか両方できそうなところ、両方できそうな選手かなと思っていて、落ちるボールが武器ですし、伊勢くんのリレーとかっていうのもあったら楽しみかなと思っています。 ドルフトサインが林拓馬選手になりますね。経歴はこんな感じになります。愛知県出身で、東方高校の出身なんですけど、まあ、自分の推しの関根くんと、自分の推しの関根くんの後輩になりますね。学年としては多分被ってないんですけど、出身校が同じという形になります。内野は、外さん、マキく宮崎さんと、レギュラークラスは右が多いので、左の内野手っていうところはいいポイントなのかなと思っています。メインはセカンドみたいですけど、ショートも視野に入れてるっていうことなので、期待ですね。 盗塁ができる選手になってほしいというか、まあ横浜は足が速いけど盗塁がなかなかっていう選手が多いので、そことの違いを見せてほしいなと思っています。この林くんの加入によって柴田さんだったりが、まあ、どうなっていくかっていうことですとか、まあ意外に森くんの立場を奪ってしまうこともあるかもしれないので、競争そう煽ってほしいなと思っています。4位は森下選手ですね。 前回紹介させていただきました。より3年ぐらいかけて大切に育ててほしいなと思っていて、5年後には小園くんだったり深沢くんと一軍のローテを支える投手になってほしいなと思っています。横浜は左はいいお手本がたくさんいますし、教育メソッドもあると思うので、はい、3年後、4年後はだいぶ期待の選手になるかと思います。で支配下の最後ですね。5位の橋本選手になります。 慶応の選手ですね。経歴はこんな感じになります。まあ、個人的には一番早く出てくるんじゃないかなと思っています。大学の経歴を見ると完全リリーフ型の選手で、これもまたピンポイントの選手だなと思いましたで。インタビューとかでもあるように、まあリリーフでの勝負っていうところで、えー、抑えとして出てきたら俺だと思われる投手になりたいっていうところで、まあ、入江くだったりせくんっていう年代の近い選手たちと切磋琢磨して、 と、まあ、にかくレリ,リーフの厚みだったりとか質の向上に貢献してもらいたいと思います。えさきさんがどうなるかわからないので、えさきさんがもしメジャーに行くってなったら、おさえのあの、争いとかにも加わっしいなと思っています。はい。すごい簡単ですが、動画は以上になります。次回は育成編をやりたいと思うので、よかったら見てください。ご視聴ありがとうございました。